体は口ほどにものを言う。ボディービルで鍛えた体で先週は見事第1週目を突破、2週目は果たしてどうか。行け肉体派ブルータス。テレビムキムキがお送りするブルータスの筋肉ニュース。こんばんは、筋肉ニュースのお時間です。今朝6時半ごろ、体の上半身に地震を感じました。震源地は胸部、いわゆる胸で、今もなお周期的に揺れております。それではこの模様を現場から中継でお伝えします。はい、こちら現場です。今も胸部の大胸筋ではこのように激しく揺れております。現場からでした。続いてのニュース。さて、国民の人気支持とも今一つの感があった鈴木内閣が、年頭に先駆け元田中総理の日本列島改造論に対抗すべく、日本国民肉体改造論をこの度提示しました。具体的内容は、国民が3年ないし4年計画で見事な肉体美を築き上げ、自分の肉体美を自分で尊重し、これを永遠の義務とするというものです。そこからは当然自己満足によって満たされる明るいナルシズム社会が形成されるというものです。さて、この案が一日も早く実現すれば、日本列島は筋肉一色の肉景色に染まる日も相当怖くないからでしょう。続いてのニュース。さて、国民にとって一番の悩みはやはり毎年物価問題でしょう。そこでせめて食費面の節約を少しでもと考えたのが、なんと自給自足による筋肉の養殖です。これは食用に筋肉を使うわけですが、鍛えすぎて余った筋肉を食用とするわけで、少し痛いのがたまにです。それでも自分のものだけに我慢してでも、経費節約の面からはやはり仕方のないことでしょうか。国民にこれが浸透すれば、筋肉も役に立ったとばかり喜んでくれることでしょう。以上ニュースでした。スポーツニュース。さて、モスクワで行われております世界体型選手権競技大会、今日は3日目の模様をモスクワ特派員のヘラクレスさんに伝えてください。はい、こちらヘラクレスです。相変わらず肌寒いモスクワですが、それとは裏腹に私はなぜか裸で立っております。これも一つのナルシズムの新しい形でしょうか。さて、3日目は男子種目別が行われました。日本選手は最も得意とするお家芸の座高の部で優勝、見事金メダルを獲得しております。それでは日本選手の喜びの声をお聞きください。いや、もう本当に嬉しかったですね。なぜソ連選手が足が長いんで、胴の長さでは勝ったと思いました。モスクワからでした。続いては日本サッカーリーグの模様です。さて、今日はハンマーマッスル対筋川電機の試合が来ます。この試合で得点王を狙うハンマーの岡本は、今日も見事バックから入れて得点を取り出しております。結果は2対0でハンマーマッスルが勝っております。それでは続いては大相撲肉体場所5日目中入り後上位の結果を、いつものようにセコム指導掲示板でご覧ください。さて、顔面にはおけつ、すかしておけつの勝ち、リーゼントには七三分け、突っ張りでリーゼントの勝ち、足腰には筋肉痛、悪化して筋肉痛が負けております。上半身には下半身、もろ出しで下半身の負け、堀川には肉体、見せつけて肉体美の勝ちと、相変わらず今日も上位陣は安泰といったところです。以上、スポーツニュースでした。筋肉予報。こんばんは、筋肉予報のお時間です。それでは初めに概要から。こうして全身を見ますと、逆三角形、ガニ股といった典型的なボディービル型の肉体美配置となっております。さて、上半身に張り詰めていた熱帯性の筋肉痛も、肩口からの寒冷湿布によりようやく痛みは収まったものの、続いて下半身からの移動性の座骨神経痛が来ているため、明日の後半からはまた再び痛くなるでしょう。続いて各部の筋肉。さて、胸部から背中といったところは相変わらず筋肉に張りがあるので、肩から腕にかけては土方仕事がかかってか、やや筋肉疲労が見え、明日はところによっては肉離れとなるでしょう。また足腰にはぎっくり腰注意報が出ております。くれぐれも重いものにはご注意ください。
なお週末にはこの悪循環も収まり、久々の筋肉日和となってしまいます。行楽地にお出かけの際は裸になって十分ナルシズムをエンジョイしてください。以上、筋肉ニュースでした。それではまた。どうもどうも。そして次も2週目です。ブルータス、皆さんもよくご存知、ブルータスです。早くもファンの方が出てこい。ですあんたも来週同窓だからね、頑張って。